それが14歳の時でしたね。はい。で、まあそれからということですね、まあ、ワクワクすることやっちゃえばいいやんなってるので、もう周りはもう受験勉強始まっちゃってて、もう空気感的には一人だけこうやってもうワクワクすることだけやっちゃえばいいんだよとかって言っても、もうシーンって感じなんですよ何言ってんのお前、もう勉強しないとやばいぞみたいな。で、まあ中間テストね、あのテスト勉強もザーって始まって、みんな塾で真剣な表情でですね、まあ、勉強していてですね、まあ、僕もそれなりにやっぱり中間テストぐらいとか、まあそのすぐ春休みが終わってテストがあってっていうところは、まだこのワクワクすることやればいいんじゃんって分かってても、やっぱ怖かったので、それなりにまあ勉強しつつ、塾にも通いつつですね、ただですね、ある日またこれ不思議なことが起こったんですよ。ある日ですね、あの家のポストに留学のポス、あの留学の広告チラシみたいなのが、パンフレットっていうか小さいこういうチラシがですね、あの届いておりまして、それたまたま僕のお兄ちゃんがあの数年前にその問い合わせて、あの登録してたものがですね、未だにこう届いてたっていうので、それを見て自分からポストこうポストから取って家の中に入ってそれを開いてですね、あの見たんですね。そしたらこう金髪の、女の子と男の子がこう緑の芝生にこう座って、日本で見ないようなこうちょっとイケてる制服を着て、でそこでなんかこう戯れて、なんかこうランチ食べてるような写真とかがあって、その真ん中に留学しませんかみたいなことが書いてあったんですよ。でちょっと見たら高校卒業留学募集中みたいなのが書いてあって、でえ待って、高校の卒業留学って 何みたいな。でその時にあの初めて、高校で3年間留学をして、日本と同じように高校の卒業資格が取れるっていうのを知ったんですよ。でもその時脳みそスパークしちゃって、もう俺は絶対海外に行く、もう日本から飛び出て俺は海外に行くんだって、もう見たこともない景色をもうこの高校時代で過ごすんだみたいなね感じで、もうワクワクが止まらなくて溢れちゃってですね、まあ塾にまだその時通っていたので、塾にその時行った時にですけど、このパンフレットを持ちながら、もうみんなに、俺はもうちょっと来年から高校留学行くわと、もうちょっとアメリカかどうか分かんないけど、俺とにかくもう日本から出て留学するとかって言って、みんな頭ポカーンって感じで、何言ってんのお前みたいな。で学校の先生にも、いやいやいや、それはねちゃんと考えた方がいい、真面目に考えた方がいいよって、この先どういうことが起きるか分かんないし、ちゃんとね勉強しておけばいい学校に行けるし、いい大学に入っていい就職先にもつけるよって、こういうの言われるんですよ。っていうのはみんな学校の先生ですらやっぱ留学もしたことないし、海外で暮らしたこともないわけなので、やっぱ日本のこの社会の中での枠組みでしかあのアドバイスができなかったんだと思うんですよ。それは別に悪いことではないんですけど、まあ、当時の僕からしたらですね、いやでも自分の心はもうこのワクワクが止まらない、これだけは真実だ、もう日本の高校に行くなんて想像もつかないっていう感じですね。でそれであの日本の高校に、まあ、みんなこう受験勉強スタートしてる時は、僕はもうずっと留学の体験談の本とか、あのインターネットでいろいろ調べたり、留学情報をですね、あのエージェントとかたくさん資料請求して探しまくりました。でもちろんうち、まあ、その自分の家はですね裕福なわけではないので、まあ、裕福だったら本当にね簡単に留学とかできるんですけど、まあ、普通の一般家庭だったので、であの両親にですね、本当にもうちょっと頭を下げて、本当にもう留学したいと、もうこれ留学しないと俺の人生何も始まらないって、そういう感じですね、本当に目と目合わせて言って、でまあその両親もですね、あのまあいいよと、じゃあ一緒にこう協力してあげるって言ってくれて、まあ、あの留学エージェントを探す日々が続いたんですね。っていう感じで僕の中学校3年生はもうとにかく留学に向けて、この1年前1年間でしかないこの期間でとにかく留学に向けての準備がスタートしました。そんなこんなでですね、ある一社だけですね最高にも僕の留学エージェントとかめっちゃ高いんですよ。そんな金額無理無理無理みたいな、だけどそこだけ異様に安い、めちゃめちゃ安いじゃんこれってなって、でそこの人と会いに、あのそれがですねオーストラリアの留学を結構専門にやってて、でオーストラリア留学フェアみたいなのが都内の新宿でですね、あのあったので、夏休みだったかな、夏休みにそれに行って、でその留学エージェントの代表の人とお話しさせていただいて、あのカフェでコーヒー飲みながら、あのどこがいいのとかって言われて、中国もあるしニュージーランドもあるしアメリカもあるしカナダもあるしオーストラリアもあるよとかって言われて、ちょっともうどこがいいか分かんないんです、とにかく留学できればいいんですみたいな。そしたら
今この時期はもう本当にオーストラリアドルがすごい安いから、オーストラリアすごいおすすめですよって、当時確か60円台だったんですよ。激安で、だから教育費とかも、まあ、オーストラリアドルで支払うからものすごい安く済むからお得だよっていう感じですね。じゃあオーストラリアにしますって、でじゃあ高校はこれとこれとこれとこれがあるけどどれがいいって言われて、でもなんか名前が一番かっこよかった、ブラックウッドハイスクール、もうここがいいですみたいな、おーいいねとかって言って、じゃあ結局もうブラックウッドで実は決まっちゃって、もうその時に僕の、まあ、その高校時代本当に過ごした3年間その後あと過ごしつつ流れになるんですけど、まあ、そのブラックウッドハイスクールというところと出会いまして、で、まあ、1年経って中学校卒業して、本当に数十日経った後にですね、オーストラリアに一人で単身留学をすることになりました。でもいよいよ始まったオーストラリア留学、もうワクワクすることだけやるぞっていう感じで、もうずっとですね、そこからもう僕の人生っていうのはワクワクっていうのがこれが指針で、人生のもうとにかく自分の指針だったんですよ。このワクワクすることが自分の使命に導いてくれる、要はこの生まれてきた目的があるとするのであれば、あなたが生まれてきた目的というのはそのワクワクすることにあるんだよっていう、14歳の時に初めて読んだバシャールの言葉がずっと僕の心の支えになっていて、で高校になった時もずっとそれを実践していって、本当に素敵なオーストラリア人の仲間、本当に今ではファミリーのようにですね、扱ってくれるような大事な仲間と出会いとかもあったりとか、本当に今ではもう忘れられない、絶対日本だったら経験できなかったことを、人生体験をですね、させていただくことができました。で結局まあ日本に帰ってきて、大学に行くことはその当時やっぱり日本の大学に行ってもこれから時代はやっぱり大きく変わっていくっていうのはその時言われてて、その時言われたのがこれからは個人の時代になっていくよって言われたんですよ。個人の時代になっていくよって。でこれって今はもう実は個人の時代じゃなくなってきてるんですよね。その個人の時代が来るよって言われたのが結局2009年とかそのぐらいから始まって、まあ、インターネットがブワーって始まって普及し始めて、 YouTube だったりも Facebook だったり、当時 Mixi とか SNS がこう一気に流行し始めた時だったと思うんですけど、その時は個人が発信してって、まあ、個人同士がこうつながっていくって言って、まあ、そういう時代があったと思うんですけど、まあ、そんな感じで僕もその当時ですね、 Mixi とか Facebook とか、まあ、アメーバブログとかをずっと毎日こうやってて、でずっとこう留学の俺の留学日記っていう自由人高校生みたいな名前でずっとこう更新してたんですよ。で、日本に一時帰国する機会があって、17歳のクリスマスの日に日本に一時帰国をすることになったんですね。でその時に当時そのいろんな本を読むことが好きになってきたので、本ってすごいなって、いろんな人が人生でこういろんな体験をしてきた人たちの知恵がこのたった一冊にもうギュギュギュって、しかも時間かけて作られたこの一冊の本、たった1500円とかでこう購入できる、これ本ってすごいなってことに気づき始めたのが、まあ、16歳17歳ぐらいだったので、まあ、日本にその一時帰国した時にまたいつものようにこう本屋さんに駆けつけてですね、で今日はどんな一冊に出会うんだろうってこう歩いていたんですね。でそしたらですね、いつもはこう行かない小説本のコーナーみたいなところ、単行本のところにいたんですよ。でその時も一冊だけパッて目に留まったこの一冊の本が僕の第三の運命の出会いとなる本になったんですね。その本のタイトルがですね、ユダヤ人大富豪の教えという本でした。著者はですね、今ベストセラー作家で世界的に活躍している本田健さんですね。本田健さんってこう調べていただくとたくさん動画が出てきて、皆さん見ることができるので、どんな方かぜひチェックしていただきたいんですけど、まあ、その本田健さんのユダヤ人大富豪の教えっていう本をもう買ってすぐその後カフェで読んで、もう一気に読み進めて、もうその本を閉じた後の号泣、もう涙がポロポロポロって出てきて、なんていうんですか、もうこの自分の中で何かがうごめいてる感じ、うわーみたいな、もう感動で溢れて、で本田健さんに向けて手紙を書いたんですよ。でその手紙っていうのは自分の、自分用のメモノートにですねこう書いたので、実は結局送ることができなかったというか、送らないけど自分のこの感覚を忘れないために本田健さんに向けてこの本を書いてくれてることへの感謝、ずっとこう書き続いたぐらい、もうこの本がもう印象、もう自分の感動をですね、自分の人生に本当に大きな影響を与えてくれてですね。で、まあ、その本っていうのがどんな本かっていうと、まあ、これまではそのバシャールっていうのは一つのこの考え方、ワクワクすることをやると人生が大きく変わるっていうことを教えてくれて、で、まあ、2冊目の本っていうのは、まあ、ワールドジャーニー、この本は
僕の人生にとって本当に世界観を大きく広げてくれた、まあ、日本以外にも広い世界があるんだよっていうことを教えてくれた本で、じゃあこの3冊目のユダヤ人大富豪の教えっていうのはどんな本だったのって言いますと、これはもうズバリお金についての考え方をガラリと変えてくれたんですよね。でこれは ある青年の話で今Airbnb のホストの人が出かけるってことでですね、すいません、まあ、このユダヤ人大富豪の教えっていうのは登場人物が実は本田健さん本人で実話に基づいた話で構成されていて、20歳の時に大学時代にですね Thank you very much これいただきました。そう、大学時代に本田健さんが学校にポスターがあって、でそのポスターにな、その平和公園をしにアメリカに行く人を募集みたいなことに書いてあって、でうわアメリカに行けるんだみたいな感じになって、でそれでオーディションがあって、でもう何百人も何千人もちょっと何人か忘れちゃったんです、たくさんの応募があったらしいんですけど、まあ、その中のメンバーに選ばれて、まあ、渡米をして講演活動するっていうところからスタートするんですけど、もうその出だしから面白いんですよ。もう不思議な偶然からこの自分の人生がガタンってこうレールが切り替わって何かこれから始まるぞみたいなところからこうスタートしていくんですけど、講演活動している時に講演が終わった後にですね、ある一人のユダヤ人の人が駆け寄ってきて、もし君が、時間がこの後あるなら私の家に泊まりに来ないかいっていうふうに言われたらしいんですよ。でその後に結局そのユダヤ人大富豪だったんですね彼は。でそのユダヤ人大富豪からいろいろお金の知恵、人生の知恵、まあ、いろんなことをですね、まだ聞いたこともないようなそのユダヤ人の知恵、教えをですね受けるという、教えてもらうというようなストーリーで、そしてレッスンがあって、でそのレッスンもこう分かりやすくですね実践して分かりやすくこう書かれていって、その本当にそのいろんな知恵がですね主人公の人生をと考え方をねどんどんこう切り替えていくみたいな、読み進めていくことに自分があたかも主人公になっていくような気分になって、もう終わった頃にはもう本当に号泣、もうね本当にこれぜひおすすめの一冊なので、まあ、この本もですねぜひ概要欄の方に貼っておきますので、ぜひ購入して読んでみてください。めっちゃおすすめですっていう感じでですね、まあ、この、まあ、僕の人生にとって本当に大事な大切な運命の3冊の本っていうものが自分の人生をいつもこうなんていうんですかね、毎回こう本によって出会いとかがあって人生が大きくこう変わっていくっていうことがありました。だからこう今振り返って思うのは、これ多分聞いてる方がもし中学生であったり高校生であったり、まあ、大学生でこれから進路を考えてどういう人生生きていこうかなっていうふうに悩んでる人も多分少なくないと思うんですよ。なので、まあ、そういう方々に言いたいことっていうのは今そこで例えば悩んでたとしても、人生っていうのはいつ何がきっかけでどういう展開になるのかっていうのは分からないんですよ。だからこそ、 その自分が嫌だなっていう感じているものを感じたまま嫌なものをずっと選択し続ける人生ではなくて、そういう恐れとか悲しみとかもう嫌だなっていうのをずっと続けていく人生ではなくて、本当に自分がやりたいとかこれが好きだなとか、これ自分なんかすっげーワクワクするなとか、なんかこれ心がときめくなとか、そういうことを、まあ、自分の心を指針に自分の人生っていうものを選んでいってほしいなって、本当にこれはもう心から思うわけです。なので今もしも悩んでいたとしても大丈夫、絶対大丈夫で、本当にやりたいことから人生をスタートしてほしいなというふうに思います。僕はその14歳の時に本屋さんでこの世界一周の本に出会ってから、いつか絶対世界一周したいと思ってですね、ずっとそれが僕の夢のトップにありました。で、まあ、ずっとそこからいろんな人生でいろんな出来事がありました。もうバイトをずっとしていた時期もありました。警備員、20代の時に前半に警備員の仕事をしていたこともありました。寒い冬の中ですね、棒を振りながら年配の方々と一緒に仕事をしたりとかですね、カフェでコーヒー作っていた時期もありました。人生これからどういう風になるのかなっていうのは分かんなくて悩んだ時期もいっぱいありましたけど、でもやっぱり最終的に自分がやりたいことをやるんだっていう
風に決めた途端人生が本当に大きく展開し始めるっていうことをですね、今回この動画で一番皆さんにお伝えできたらいいなというふうに思っている次第でございます。はい、ということでちょっとね今回は長くなりましたけれども、こんな感じですね、また今後も YouTube で、配信していきますので、ぜひぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いしますということで、皆さんこれから人生が素晴らしい旅路となりますように。ビッチでした。またねー。